100円のパークイン。企業が神社あれ、ね、あれあれなんか一回入ったことあるよ、そこそこを黒でしたやろ。100円パーク、どこやね、100円パーク、これぞ。1時間300円近く、はい、ちょっとこれを外れるとこんなんでガラガラしてます。なんかおまへんか、食べるのは郵便局でございます。この辺から左行ったら奈良町じゃなかったっけ。奈良町、食べ物屋さん何にもないわ。なんかざるそうかなんか食べたいんだけどね。いや何にもないわ。駐車場がまあ多いこと、あっちもこっちも駐車だらけや。ホテル見ますかね、これ。ないわ、何にもありませんが、ここに出てきたけど、奈良町に上がってるから奈良町、これいったら奈良町行きそうやけどね。奈良の 裏通りだから、これは こんな住宅街には出てきませんよね、ディアーさんは。
会議所、明治時代の感じやね、これ会議所。よかったの車よ。車上がらなかったっけ？なんか勘違い？この通りはおそらく東向かいで商店街やろ。東向き商店街どっちやのね、あれ。方向性で行くと南北になってんだけどね、これね、どう見ても。東なんか、東を向いとっていうことか、そういうことか。はいはい。